ます。そんなところで何コソコソしてるの、ローゼ。大きな声を出すな。そのもう買い物に行ったのか。何を。だからそのプレゼントだよ。プレゼント、まだだけど。そうか、それなら俺が一緒に行ってやってもいいんだぜ。ローゼはもうプレゼント決まってるって言ってなかった。それはいいよ、それじゃあ一緒に買いに行こうか。そうか、じゃあ玄関で待ってるからな。本当にローゼは。お兄ちゃん、なんか買ってかないか。ごめん、悪いけど。そう言わないでさ、見るだけでもいいから。おじさん、これちょうだい。おじさん、はあ、こうして街を歩いてるといろんなものが売ってるけど、プレゼントとなるとなかなか難しいね。プレゼントって言ったら、花にぬいぐるみに菓子に。ほんと、ローゼって昔と変わらないよね。はあ、女に送るプレゼントって言ったら誰だってこの辺を思いつくだろ。まあそれが取引先の女の子って言うんだったら別に俺も何も言わないけどね。だけど俺が男だって知る前に送りつけてきたものと彼女に送るものが全く同じってのはどうかな。お前まだそれ根に持ってるのかよ。そうね、そうねって。もうこうなったらお前より絶対あいつが喜ぶプレゼントを探してやる。久々に勝負か。ローゼが相手じゃ少し手応えがないけど、その勝負乗った。今日は絶対に俺が勝つ。そうだといいんだけど。しかしあいつへのプレゼントって、全然思いつかねえ。とりあえず俺がプレゼントされて嬉しいものを考えてみるか。土地の権利書だろ、財閥とのコネクションだろ。ってそんなもんプレゼントして喜ぶわけないだろ。ったく、どうすりゃ。あんなところに本屋なんてあったのか。そういや、あいつも時々俺の横で本を覗き込んできたりするし。うん、行ってみるか。いらっしゃいませ。何かお探しで。ああ、おすすめの本ってどれになりますか。おすすめですか。それでしたら。これなんかいかがでしょう。掃除上達への道って本なんですけど。ああ、それはちょっと、こんなんプレゼントしたら絶対嫌味にも程があるわよっていうに決まってる。それじゃあこれ、世界一周冒険記録。へえ、興味深いですね。ああ、でもこれを人に送るのは女へのプレゼントにしちゃ色気がなさすぎるよな。贈り物ですか。それでしたら最近一番売れてる小説なんてどうでしょう。ああ、それいいですね。悪霊最後の雄たけび。普通ホラー小説は贈らないですから。そういうのじゃなくてですね、あの本を探してるんですが。あず、お前俺の後を追って。まさか。ローゼは彼女にホラー小説を送るんだ。違う。すみません、若い女性向けの本はどれになりますか。あ、それでしたら。ちょっと待て、俺が探してるのもそういう本だ。俺が先に聞いたんだよ。俺が先にこの店に来てたんだ。あ、なんだなんだ、喧嘩か。このままじゃお店に迷惑がかかるね。行くよ、ローゼ。
引っ張るな、俺はまだ本を。いいから来る。いい加減に話せ、アズ。勝負に負けたくないからって俺の邪魔を。そんなわけないだろ。あれじゃお店の人に迷惑がかかる。まったくローゼは。はあ、もう今度は絶対ついてくるなよ。最初からついていってなんかないよ。ローゼこそ俺の様子こそこそ探るような真似はしないでよね。するか。昔からすぐムキになるんだから。さて、本がダメになったとすると、彼女は高価なものを送っても喜ぶようなタイプじゃないし、何より使ってくれなさそうだ。せっかく送るなら実用的で彼女に似合う可愛いものを。と、雑貨屋か。小物ケースや手帳なんていいかもしれない。こんにちは。この嵐の後のような惨状は一体。ごめんなさい。お怪我はないですか？僕掃除してたら転んじゃって。どうやって転んだらこんなことに。このままじゃ僕店長にクビにされちゃうよ。仕方ないな。俺も手伝ってあげるから。本当？ありがとうお兄さん。これはどこに置けばいいの？その一番上の棚に。あとこれも。お兄さんが背の高い人で助かったです。僕じゃ脚立がないと届かないし、持ってくるのも大変だし。君ね。あ、店長に届け物頼まれてたの忘れてた。お兄さん、あとよろしくです。ちょ、君。あと店番もお願いします。まいったな。でも片付けないと彼女へのプレゼントも買えないし、やるしかないか。やっと終わった。さあ、彼女へのプレゼントを。このお店で女性が一番喜ぶもの。て、何してんだよ、アズ。ローゼ。レジの中なんかにいて。もしかして、店番か？だったら何？はは、本当にそうなのか！店員さん、客が店に来たら何か言うことがあるんじゃないのかね。いらっしゃいませ、お客様。実に態度の悪い店員だな。もうちょっと愛想よくできないものなのかね。お客様、ご用件を受けたまりますが。笑顔が足りないよ、笑顔が。ごめんなさい、今戻りました。あれ、お客さんですか？いいところで。あ、お店綺麗になってるです。ありがとうです。あとまだお願いしたいことがあってですね。じゃあ、あとは頑張ってちゃんと店長さんに謝るんだよ。行くよローゼ。なんだと？俺はまだ買い物が。いいからの。どうしてお前はいつも邪魔を。ローゼが俺の後をついてくるからだろ。結局疲れただけだった。店員姿よく似合ってたけどな。じゃあ今度はローゼがやれば。それは遠慮しとく。次こそ同じ店はやめてよね。こっちのセリフだ。いらっしゃいませ。
女性ものの靴が欲しいんですが。うん、それでしたらこちらなどいかがでしょう。別のものを見せてもらえますか。こう澄ました感じの靴ではなく、もっと優しくて温かいような、あいつに似合うものを。澄ましていると、今澄ましているとおっしゃいましたか。え、ああ、まあ、この名品を澄ましたなどと、お客様は靴の何たるかを全く分かってらっしゃらない。え、あ、そう言われても全然ダメです。こうなったら分かるまで説明をさせていただきます。分かるまでって、あ、すみません、やっぱり別の店で、うん、あっと、逃がしませんよお客様。そもそも靴というものは、すみません、女性の靴を探していて、こういう鋭いのではなく丸い感じの。あず、ローゼ、一体何やって。鋭いですと。あなたにも靴の何たるかを知ってもらう必要がありそうで。ローゼ、これは一体。今だ、明日行くぞ。いいから早く。お客様、店長、またお客様に何かして。なんとか助かった。一体あれは何だったの。知るか、俺が聞きたい。よくわからないけど助けてくれたんだよね。あ、俺が助かってもアズが捕まってたらいつになっても勝負がつかないだろう。ありがとう、ローゼ。しかし、こんなに走ったのなんて本当に久しぶりだ。子供の頃に戻ったみたいだったね。そうだな。もうお前と競うのはやめだ。このままじゃプレゼントなんて一生見つからないし、それにあいつが喜ぶものってのが一番大事なことだもんな。そうだね。じゃあこの勝負は引き分けってことで。あ、さてと、今度こそあいつの喜ぶものを見つけないとな。しかし喜ぶものって言っても、ああ、普段あいつが仕事している姿しか見てないからさっぱり思いつかねえ。逆にそこから考えてみたら。あ、仕事姿からって言っても、床拭いてるか窓拭いてるか手すり磨いてるか、雑巾がけのイメージしかないの。うるせえ。あ、そうか、あいつどれだけ寒くても素手で仕事してるから。よし、俺はもう決めたぞ。何にしたの。教えてほしいか。結構単純なローゼが考えそうなことぐらい大体想像がつくよ。誰が単純だ。アズの方こそ決まったのか。そうだね。お揃いのエプロンなんてどうだ。あいつとアリスで一緒に料理してたら。ローゼライト、冗談だ。ったく、昔の癖でちょっと呼んじまっただけなのにすぐ。今日から1週間ホワイトシチューと白パンとカリフラワーだけのサラダにするから。だからヴァンパイアが白ばっかりは。ローゼ以外は気にしてないから問題ないよ。アズ、でもお揃いか、それ面白いかもしれないね。あ、アズ、俺も何を送るか決めたよ、ローゼのおかげで。じゃあ食事は。カリフラワーはやめてホワイトアスパラガスにしてあげるよ。色変わってねえな。